だからちょっとまあ、明るい話もしたいということでちょっと言いたいんだけど、浦沢直樹短編集、くしゃみという作品があるんですけども、その中の作品で、まあ、浦沢直樹自身が、元アップルレコード社長のジャック・オリバーという方に会った時の逸話です。はい、1969年から71年まで社長を務めたそのジャック・オリバーさんによれば、ジョンが社長室に入ってきたと。そしたらジョンが、何でしょう、ジョンとヨーコのトゥーバージンズの本、写真を持ってきて、次のアルバムのジャケット写真だってこう見せてきたと。そしたらそのジャック・オリバーさんが、俺は言ってやったんだと。もう少しでかいと思ってたよって まあ確かに ジョン・レノン、天下のジョン・レノンにしてはちょっともうちょいあってもよかったんじゃねえかなっていうのは俺も思う。ごめん、本当にね、下になっちゃったけど、でも、これはでもそうだよ。まあ、加工してでもでかくしろっていうね まあまあまあ、そういう話があったよね。なかなかそのジャック・オリバーさんもなかなか 皮な肉、かなかだやっね。ぱイギリス人ってさ、そういうブラックジョークとか好きだよね、本当に いや、本当に。まあ確かに俺ももっとでかいと思ってた。確かに いや、浦沢直樹、いい話を聞いたね。ちゃんと漫画にしてくれてありがとうっていう感じで。白い。そう、もうね。やっぱジョン・レノンはもっと大きくあってほしかったよね。まあ、これは生まれ持ったものだからどうしようもないけどさ。でもね、意外にポールがでかそうだなっていう、そんないのや、と。ポール絶対でかいでよ。かいよね。ね、ポール、ジョージ、ジョン、リンゴじゃない、やっぱ。ポール、ジョージ、ジョン、リンゴ。あ、やっぱリンゴは小さいんだ。いや、やっぱリンゴがちっちゃいんじゃないかな。わかんないけ意どね。外にね。まあまあまあね、かもしんない。やっぱね、結構でかさってさ、なんなんだろうね、あのでかさで偉さが決まるっていうのは しかも男同士でさ、見せ合ってさ、いや俺の方がでかい、すげえだろって、すげえだろって言われても、別にそれによって何の利益もないからね 男同士だったら。まあ、そういう、そっち系の趣味があるんだったらまた別だけど、どうすればいいんだって。